どうも、サテンイチボードのヒカリです。今日は、マスオ TV の似顔絵をね、ちょっと描きましたので、見ますか？似顔絵をね、ちょっと描いたんですよ。時間があったので。はい、じゃじゃーん。はい、こちらですね。描いた時間はね、20秒ぐらいかな。うん、マスオ TV って描きました。まあまあまあ。ね、まあ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 、みたいな感じの絵なんですけど、面白くもなく、みたいな感じの絵なんですけど、それをね、マスオに送りつけてあげたいと思います。まあ、ツイッターで送りつけましょう。マスオに返信。で、ちょっと待ってね、画像を貼り付けて、マスオさーんを、さーん。あ、これじゃダメだな。マス、あ、待って。マスオ、あ、カメラが移動しちゃった？大丈夫。さーん。似顔絵描きました。はい。まあ、阿蘇さん、似顔絵描きました。返信。あれ？更新されない。出ました。まあ、阿蘇さん、似顔絵描きました。で、送りつけました。さあ、果たしてこれはね、返信が来るのか、というね、ことを、検証していきたいと思います。本当は、今日の動画で、マスオ TV が EV にマスオってつけたら、なんか何に進化するかってやつやってて、で、ブースターになったんだよ。マスオがブースターばっか出てたから、俺もそれを検証する動画出そうと思ったんだけど、すぐ。なんかマスオと同じような動画出したいから、ザーって出そうと思ったら、なんで EV が出てこないんだよね。で、EV 進化させられなくて。だから、なんかね、まずボンサーボールがどんどんなくなっちゃって。そう。EV がちょっと、ね、今出てこないから、出せないのよ。だから、ちょっと、別の動画を考えました。さあ、どうなるか。もう返信来てるかな。あと、ムカつくっていうか、まあ、ムカつくことがあって、マスオがやけにいいねしてる動画あるな、動画じゃなくて、ツイッターのアカウントあるなと思ったら、フォロワー数502人のマスオ TV の公式スタッフツイッターのアカウントですだって、ふざけんな、お前に公式スタッフなんかいらねえだろ。マスオ！ね。本当に。やめてもらいたいっすよね、これは。本当にこんなんあるんだね。さあ、返信来たかな？返信来ないな。ちなみに皆さんね、僕はツイッターこういうアカウントやってるんですよ。はい。光、これって、暗証番号とか出てないよね。大丈夫だよ、別に。光最低編 YouTuber。まあ、今ポケモンハマってるからポケモンですけど、だって、ハードオフが後ろになって。はい、これですね、埼玉。うん。っていうね、こういうツイッターやってるんで、よかったらね、こちらもチェックしてみてください。じゃあね、続報はまたお送りするので、マスオに、皆さんもマスオに似顔絵を送りつけるとね、まあ、俺がどうなるかを、ブロックされるかもしれないし、どうなるかを見てからの、マスオにね、似顔絵を送りつけてあげてください。ちなみに僕にたまにね、似顔絵を送りつけてくれた人もいるんだけどね、とても嬉しかったですね。はい、以上、サテンイチボードヒカリでした。バイバイ。